うちの工場の特徴はみんなが座ってミシンを踏むんではなくてみんな立って、ミシンを踏んでます。立ちミシンを採用してます。でこちら側の立ちミシンの生産、方式を採用している最大の理由はミシンは動かないけど人が動く、こちらの生産方式をとってます。でこれは多能効果、いわゆる一人が何工程の工程ができるオペレーターの一人になってもらうっていうことを、必要とされないとこの立ちミシンは成立しないんで、そちらの方の、オペレーターさんの技能スキルが、結集した、縫製ラインになってます。